まり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 っつです。かっけえ。しっかり言うあたりかっけえ。かっけえ、やめて。じゃあもう、はよ行け。イベントです、とりあえず。イベント紹介。まず、このナショナルチームのツアーをすると、週間分1回無料でもらえるんで、皆さん絶対やってください。な。ニューンじゃない。次、今回来た新しいガチャ3つ。とりあえずエピック紹介。エピックは、まあ、ロマリはもう言わずもなかなかぶっ壊れけど、まあスキルでもうちょっと欲しかった。バフは使用感は良かったよな。お前使ったやけど、ちょっとスパサクがちょっと気に入る。お前そうそうやん、気に食わんかな。え、で、ベトベトこいつは。まあ強そうっちゃ強そう。やけど、まあ。ワンバスで使用感じゃ。はい。ウィーレンの時よかったやんな。あ、しら。よかったやん。で、まあ、じゃあね、あんたね、丁寧にしよう。まあ、無課金、美課金、廃課金からの目線で言うと、廃課金で言うと、このガチャは絶対引いた方がいい。美課金も無課金は、一発ぐらい。いや、絶対あかん。絶対あかんな。もうちょいぶっ壊れが来るまで待ちましょう。ぶっ壊れですか、ね、次、日本代表。もういらんゴミ。もう黙って、頑張ろう日本。スペインに勝とう。負ける。格負け。このガチャで。この日本ガチャ低いやん。チュニチュニ。いやゴミ。いやコスコスだ。コスタリカで神がアシストしてるから。まあマジ欲しいけど。手出すなら姉妹までやれ。マジ強い。強い。まあまあまあ。朝のワンパついてるからね。え？ほんま。まあまあ、あとゴンちゃんもあるから。まあ、日本代表ファンの人は、見てください。僕らは。タマディは強い。タマディ。次、はい、行きました。イーフトの、あれ、なんだ。メンテナンス、他のメンテナンスだってから一番のガチャじゃん。ワンチャン。じゃあ、まず、最下位。まあ、いらんやつ。4人。スペースに。ちょっと能力が低すぎる。いや、もっと高くても上がったと思うけどな、活躍見たら。うん。PK2 回止めてるからな、今大会。次、サイス。ちょっと。ブロッカーがないのと、あとあれやな。DMF で化けそうな気もするけど。まあ、化けそうな気もするけど。なんかディフェンス選手がちょっと低いのと、スピードが遅い。アラ探しとか言うな。次、トビアドレバルベント。33歳。ベテランですね。まあ、高いけど、守備能力は。足が遅い。瞬発66、スピード69終わり。次、フレル。スキルがなさすぎる。こっからやな、こっから。ケオニー。ケオニーはだっても感謝感謝ではありません。さすがに、これは。でもまあ、ファイバックで使うのは全然ありそうな気もするけど、ちょっと、センターバックとかできとったら、ワンチャン。第6位。もらった。いや、そうか。いや、ライブレジェンド。俺は全然これには関わってないから。まあ、多分ワンパ。まあ、あるけども。全然ちゃうと思うけどな。全然、普通にもっと上やと思うけど、もらったわ。いや、けど、フェイント系とかもちょっとルーレットあるけど、あるけど、ワンパもあるし。その通りいけ。まあ、6位は、ちょっと、なんか、ミスった。もう行こう。6位で。まあまあ、でも使用感によるから。能力値は、なんか、飛び抜けとうやつ、あんまり、強いな。めちゃくちゃ強い。それ6位は意味わからんけど。交代、6位交代。あ、ごめん。じゃ6位これ、コバチッチ。まあ、優秀やけど、スキルは。他がちょっと強すぎるな。いや、余裕で大当たり。というかもう、6位からもう全部、上はもう大当たりやろ。もう1位みたいな。まあ、1位でのダブルタッチがあれば。1位みたいな。で、5位、ブルノ。3目。はい、いいね。エピックより強い。いいね、いいね、いいね。エピックより強いってどうなった？第4位。第4位にもらったやな。いや、もらったやな。もう、上が強すぎる。3位。はい。ほんまか？演奏。
あ、ごめん、間違えた。3位。リシャルリソン。ほんまか？そうそうそう。ボックスになったのは、パックとのちょっと差別化ができていいけど、まあ、チェイシングあって、守備意識あるから、あの、取られた後に、また取り返して、あの、直線ドリブルでも、あの、理不尽なあれはできそうな気もする。いや、ちょっと決定力が、もう一度だけあれば。80で十分やろ。フォワードで使うならば。まあまあ、はい。でも、あの、第2位。ほんまか、ほんまやです。これで OMF 使いとったらマジで強かった。いや、まあ、いや、まあ、強いやし、分かってるけど、賞味モーラタの方が期待値高いかな、俺は。いや、スパサブで CMF は。あ、貴重やで、貴重やで。貴重やし、もうええわ。まあ、塩素が2位と。そのなんか、だって、モラタはまた出てくる可能性あるやん。中間で。塩素選んだんです。21歳やし。希少性も含めてっていう。大事、はい、もう。もう。えぐい。2列目でワンパついたマッペは、意味わからん。2列目置くなら、2列目にしたいなら、右ミッドか左ミッドにしないと無理。だから。無印でライブレと組めるっていうのがいいよね。で、あ、ちなみに俺が当たったやつはこれ。今回のやつは6回引けるから、前の週間と違って。もうだって、絶対当たり1体は当たる確率。上段1体は当たるからな。ということで、行きましょう。一発目。とりあえず星5。星におったっけ？確認してない。3人ぐらいおる。オーケー。いいね。無学系。無学系来た。無学系。いいね。こいつ、運だけだ。今日はこの通りおらんけど。もう絶対って。全然嘘、全然嘘、このガチャはいいよ。まあまあ、星5はまあ当たり前かなっていう。あー、フランスやね。テオニー無料は取ってん。まだ。時間なかった。いや、でも次、もう一試合したら。こいつ、えぐい。村神様。モラタ。こいつ、えぐい。モラタ。こいつ1番です。俺、んだけ言ってって言ったけど、無理やわ。ラスト2回やな。誰当たってないよ。塩素欲しい。あ、じゃあ、塩素と、コバチッチと、リシャルリ欲しい。あ、じゃあ、2回しかない。とりあえず塩素欲しい。あと1回あるね。あ、そうやな。全部飛んで、じゃあ。欲しいんか、欲しいんか。まあ、星5でしょう。来るのは。オッケー。多分、あの、サイドバックになっちゃう。トビー・アルデル・バイレット。バイレット。トビー。もう落ちたな。世代交代か。一応、ローグ以外はなし。うん。ラスト100コイン余ったから、エピックかカマジーかどっちか。ピックでしょ。オッケー。オッケー、来い。よしですね、ラッキー。で、今週のガチャ評価。満点でしょ。ブルルって。それ裏でやってくれ。そういうの。俺らは主導めんどくさい。4位4位がいいよ。いや、満点やろ。90。はぁ、だって何。あ、まだもう1回があるからな。もうマッペある。当たってる時点でもう満点ない。今回はからのモラタもおる。お前の観点とは違うねん。観点は俺
俺が多分俺が国民全員もうムバッペ当ててない人見てたらお前もうボコボコやでお前ムバッペ当ててる時点で満点やね今回は。それで皆さんも聞いてみてはいかがでしょうか。はい、バイバイ。じゃあでまだ早いって、バイバイ。最後大事やね。チャンネル登録、高評価、コメント、 TikTok のフォロー、 Twitter のフォローお願いします。頑張れ日本。最後のはちょっとカットして、ほんまに誰